まずはパスを回して、長崎はゾーンで守っているが、まずは先制点はアウェーの奈良です。さすがは経験豊富なウト、自ら行きました。高平ギブスの3を選択だ、どうだ、取り返しました高平ギブス。さあこの身長差があるんですが、速攻になります。ボンズがスピードを上げて中に切り込んでいきますが、外のカリマダへ、そしてボンズがコーナーからのスリーはアギラールへ。今日まだ得点はありません。アギラールヘリング、またスリーポイント。第2クォーターでは初めてのスリーポイント。残り時間はおよそ30秒。中野ディクソン、速いパスからの攻防でした。と B1 では2シーズン連続でアシスト王にも輝いていますが、ジェームスのスリーポイントが決まりました。さあボンズは先ほどスリーポイントを決めていますが、今回も自ら行きました。奈良でもこの守備でも存在感を発揮します。さあその無墓地のブロックをかわしてディクソンが決めていきました。無墓地が走り込んでいますが、外からリバウンドは無墓地、長崎に囲まれますが、菰田この位置から決めてきました。ギブスへ、中野、榎田へ、振り向き様、榎田の連続得点。さあ逆のコーナー、ジェームスのスリーポイントが決まりました。さあ速攻になるのは長崎。さあ高平が切り込んで決めました。カリマタ、ギブスが走り込んでいた、決めて、そしてバスケットカウントも獲得。さあボールを奪いに行って松本健二、スティールから松本健二、宇都直樹はこれで個人ファールが4つ目となります。外のスリーポイントを選択、ボンズ決めれば100点。決めました。そして100対82、リードは18点、長崎が勝利を収めました。